ディーン・ニコラス・ソー・オンダースは、ウェールズ・スウォンジー出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。ソー・オンダースは1980年に、父親のロイ・ソー・オンダースがコーチを務めるスウォンジーシティ、AFC で、選手経歴を開始した。複数のクラブを渡り歩いた後の1988年に、 イングランドのダービーカウンティ FC へ移籍すると、1988から89シーズンのリーグ戦で14得点を挙げる活躍を見せ、リーグ戦5位に貢献した。なお、この記録は1976年のリーグ優勝以来の好成績であった。1990から91シーズンに2部リーグへの降格が決まると、1991位92シーズン のリバプール FC へ移籍。リバプールでは、グレアム・スーネス監督の下で、イアン・ラッシュとのコンビで活躍し、FA カップ優勝に貢献した。また同シーズンの UEFA カップでは、ファーストラウンドの FC クルシュ戦で4ゴール、ラウンド16のチロル戦で、ハットトリックを決めた。翌1992年からは、アストンビラ FC へ移籍し、 同シーズン第9節のリバープール戦では2ゴール、第23節のリバープール戦でもゴールを決めて、勝利した。1994年のフットボールリーグカップ決勝、マンチェスターユナイテッド FC 戦では、自身が2得点を挙げる活躍で3から1で下し、優勝に貢献した。その後は、トルコのガラタサライ SK やポルトガルの SL、ベンフィカなどのクラブを渡り歩き、 1999年からは、ブラッドフォードシティ AFCA 一籍、2001年に現役を引退した。ウェールズ代表としては、1986年のアイルランド戦で代表デビュー。代表では、FW のラッシュ、マーク・ヒューズ、GK のネビル・サウスウォール、1990年代には、ライアン・ギグスらと共にプレーをしたが、FIFA ワールドカップや UEFA 欧州選手権への、 出場はかなわなかった。ソンダースは2001年3月28日のウクライナ戦で代表から退くまで国際 A マッチ75試合に出場し22得点を記録した。引退後は指導者の道へ進み、2004年からは入ッするユナイテッド FC のグレアム・スーネス監督の下でストライカーコーチを務めたが、2006年2月2日に成績不振により、 スーネスが解任されると、ソーンダースもクラブを退団。2007年6月からは、ウェールズ代表のジョン・トシャック監督のアシスタントコーチに就任。2008年10月2日、カンファレンスナショナルのレクサーム FC の監督に就任した。なお、ウェールズ代表での職務と兼任することとなっている。2011年に退任し、ドンカスター・ローバーズ FC の監督に就任した。 2013年1月7日、解任された、ストーレ・ソルバッケン監督の公認として、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC に引き抜かれた。クローリー・タウニ FC での指揮を経て、2015年5月から、半年間チェスター・フィールド FC の監督を務めた。リバプール S20 ヨーロピアン・ハット・トリックス。LFC、2021年3月10日へズラン。AB、ディーン。 サンダース・オール・ゴールズトラファー・マークット2021年3月10日閲覧サンダース・カンシーズ・レック・イム・ギャンブル BBC スポーツディーン・サンダースチェスタ・フィールド・パート・カンパニー・ウィズ・マネージャー BBC スポーツ2017年1月19日閲覧ありがとうございます